デイビッド・バーカはアメリカ合衆国の俳優、そしてプロフェッショナルのシェフである。シアターでのザ・プレイ・アバウト・ザ・ベビーやテレビジョンショーでのママと恋に落ちるまでで演じた役で知られている。ママと恋に落ちるまでに出演した後、2014年に結婚することとなるニール・パトリック・ハリスとの関係がメディアの注目を集めた。 ダニエル・バーカとデボラ・エーザースとの間の息子として、ミシガン州、ディアボーンで生まれた。バーカは、ポーランド系である。同じミシガン州のカントンで育って、1993年に、セーラムハイスクールを卒業した。ミシガン大学でブファの学位を取得して卒業した後は、インターロケンセンターフォーザーアーツで演技を学んで、ウィリアム・エスパーのスタジオで、さらに、トレーニングを続けた。バーカは、 TV 出演が2002年のザ・ホワイトハウスへのゲスト出演が最初で、次が女剣士、ジョーダンのゲスト出演であった。バーカは2000年のエドワード・オルビーのアメリカ初演の作品ザ・プレイ・アバウト・ザ・ベビーにボーイ役で出演して、2001年のクラレンス・ダーウェント・アウォーズのモースト、プロミシング・メール・パフォーマーを受賞した。ブロードウェイへのデビューはバーナデット・ピーターズが、 ローズ役で上演された2003年リバイバル公演のジプシーにタルサ役での出演であった2004年ザ・オポジット・オブ・セックスでオリジナル役のマットを演じ2006年にはイースト・コーストの初日上演で再びこの役を演じたバーカはママと恋に落ちるまでで全7話に出演したリリーのボーイフレンドのスクーターの役で二人は未だに 別れられないという設定だった。また、ハロルドクマークリスマスは大騒ぎに、自身の役で仮面を出演してママと恋に落ちるまでのキャラクターそのままに、ニール・パトリック・ハリスとの共演シーンで登場した。2012年のアニーザ・ジップシート2014年のダンスオフに出演した後はブロードウェイに戻って2015年4月に、 デイビッド・ハイド・ピアース監督のイット・シュッタ・ビーン・ニューに出演した。キャストにはタイン・デイリーとハリエット・ハリスが含まれていて、シエラ・ボー・ゲスが演じたユダヤ人の花嫁のカソリックの婚約者を演じていた。ママと恋に落ちるまでに出演して6ヶ月後にシリーズのスターであったニール・パトリック・ハリスとのロマンティックな関係が原因でバーカの出演が行われたという話が浮上した。 憶測は、ハリスが、ピープル氏のカバーストーリーで、ゲイを公然と認めるまで出回っていた。バーカーは公には沈黙していたが、ハリスは後にバーカーと共に同居する予定であると語った。バーカーとハリスは、エレン・デジェネレスのショーで論じられたが、2007年9月に、公然と認められた初めてのカップルとして、エミー賞に出席した。2009年2月4日に、バーカーとハリスは、 LGBT の収益のために二人でステージに立つのは初めてであったがニューヨークのコミュニティセンターでレントからの曲をデュエットした二人は代理母を介して2010年10月に生まれたギディアン・スコットとハーパー・グレースの双子の親になったハリスはバーカをマイベター・ハーフとアム・アメージング・シェフと呼んでいるレイン・ヤンガーとの関係は何年も前に終わっているがバーカは レイン・ヤンガーの子供たちの親子関係を継続している。ハリスによると、バーカはプロフェッショナルなシェフになるためにかなりの時間を費やしていた。ルコルドン・ブルーのカレッジ・オブ・カリガリー・アーツ・パサデナを卒業して2009年に LAK タリング・カンパニーグルメ MD の運営を開始した。バーととハリスは2011年6月24日に ニューヨークで同性同士の結婚が合法となったので、バーカとハリスは平等法が成立したことを受けて、ツイッターでお互いに婚約していた事実を発表した。5年前にお互いに提案していたが合法になるまで秘密にしていたものであった。そして2014年にイタリアで親しい友人や家族に囲まれて結婚した。ありがとうございます。